名護市役所社会福祉課心の健康相談員です。今回いざという時心の応急手当ということでゲートキーパーの役割についてお伝えしたいと思います。長引くコロナ禍で生活の苦しさや不安や孤独を抱える方が増えています。日本の自殺者はこの10年間減っていましたが、2020年、11年ぶりに増加しました。多いのは年代で見ると40代と50代で、全体の3分の1を占めています。性別では男性が全体の3分の2を占めています。2020年、特に目立った変化は、10代、20代の若者、また女性の自殺者が大幅に増えた点です。次に日本の自殺の状況を見てみましょう。交通事故で亡くなる人の7倍以上の方が自殺で命を落としています。15歳から39歳ではがんなどの病気よりも自殺で亡くなる人が多いです。日本は世界的に見ても自殺死亡率が高い国です。若い世代で死因のトップが自殺という国は先進7カ国で日本だけです。ところで、これまでに自殺を考えたことがある人はどのくらいいると思いますか ?1、20人に1人。2、10人に1人。3、4人に1人。答えは3番、4人に1人です。今もどこかに死にたい気持ちを抱えている人がいます。もしかするとそれはあなたの身近な人かもしれません。ここで大事な役割を果たすのが、初めにお話ししたゲートキーパーです。ゲートキーパーとは、門を守る人、門番という意味。自殺を防ぎ、命を守る役割の人のことです。なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、ゲートキーパーになるのに、特別な資格や経験は必要ありません。体と同じように、心にも応急手当が必要な時があります。心のケアについて少しの知識があれば、いざという時には落ち着いて対応できます。身近な人が悩みを抱えている時、気づく、声をかける、話を聞く、支援につなぐ、見守る、これがゲートキーパーの役割です。まず知ってほしいことは、誰にでも自殺に追い込まれる可能性はあるということです。困りごとがいくつも重なる、相談相手がいない、うつ病にかかる、こういった状況が重なって、一人で抱え込んでいるうちに身動きが取れなくなっていく。これは特別な人だけでなく、誰にでも起こる可能性があることです。真面目でしっかりした、一見強い人でも、うつ病にかかることがあります。人に迷惑をかけてはいけない。うまくいかないのは自分のせいだ。助けを求めるのは弱い人間だ。うつなんて甘えや怠けだ。こういった考えを持って、弱音を吐かず頑張る、そんな人こそ心配です。生活の中には様々なストレスがあります。新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事が減った、感染が不安、自粛疲れ、人と会えない、といったストレスが急激に増えました。他にも、家族との関係、仕事の悩み、病気や怪我、育児・介護疲れ、学業の悩み、友人関係、家計問題、
大切な人との別れなど、人生にはさまざまなストレスがあります。一生のうちに全くストレスがない人っておそらく誰もいないですよね。また人生には嬉しい出来事もありますが、このような場合にも知らないうちに心に大きな負担がかかっているということがあります。それではゲートキーパーの役割を一つずつ見ていきましょう。まずは気づくです。身近な人の様子を見て、あれ？いつもと違うなと感じることです。心の SOS サインと表現することもできます。表情が暗く元気がない、涙もろい、ネガティブな発言が増える、遅刻や早退、欠勤、欠席が増える、周囲との交流を避けるようになる、眠れない、体調不良の訴えが多い、落ち着きがない、ミスが増える、飲酒量が増える、このようないつもと違う様子は SOS サインかもしれません。一時的なストレス反応であれば、一息ついてストレスの原因から離れることで自然に回復していきます。ただちょっとした気分の落ち込みとは違い、辛い症状が何日も続くときは治療の必要があるかもしれません。うつ病とは、脳が何らかの機能障害に陥ってエネルギー切れを起こした状態と言われます。頑張りたくても頑張れないのがうつ病です。周囲が怠け、甘えと誤解すると、本人をさらに苦しめてしまいます。病気に対する正しい知識を持ちましょう。うつ病は誰でもかかることがあります。一生のうちにうつ病にかかる人は15人に1人と言われています。もしかしてうつかもと思ったら、重症化する前に早めに相談、受診しましょう。ゲートキーパーの役割、次は声をかけるです。もしかしたら SOS サインかなという様子に気づいたとき、どんなふうに声かけをすると良いのでしょうか。声かけのポイントは、あなたのことを心配しているという気持ちを伝えることです。何かあった？よかったら話を聞かせてほしいな、など穏やかな表情、声を心がけましょう。夜は眠れてる？ご飯ちゃんと食べてる？といった体調を気遣う言葉でも良いでしょう。傷つきやすくなっている相手に対して責めないトーンで、思いやりや気遣いが伝わるように話しましょう。ゲートキーパーの役割、次は話を聞くです。うつ状態の人の気持ちとして、こうなったのは全部自分のせいだ、人に迷惑ばかりかけて私なんて生きている価値がないと感じて、自分を責め周囲に助けを求められなくなります。また何をやってもダメだ、どうしようもない、もう死ぬしかないと思い込むなど、悲観的で極端な考えにとらわれやすくなります。こういった状態の人に声をかけるとき、良かれと思って言ったことが逆効果になることがあります。例えば、死ぬなんてバカなこと言っちゃダメ、心配する気持ちから出ている言葉ですが、考えを否定されてしまうと、それ以上気持ちを話せなくなってしまいます。
うつなんて気の持ちようだろう。頑張って乗り越えろ。君ならできるという思いで叱咤激励していたとしても、これ以上頑張れないという状態の人を追い詰めてしまいます。元気出しなよ。気分転換に遊びに行こう。うつ状態だと、普段なら楽しめることも楽しめないので、かえって負担をかけてしまうことになります。悩みを聞くときのポイント。一つ目は、共感です。うなずいたり、相槌を打ちながら話を聞きましょう。自分の思いは一旦置いて、相手の気持ちを想像することが大切です。二つ目は、ねぎらいです。それは辛かったね。ずっと我慢していたんだね。など、これまで苦労してきた気持ちに寄り添うことを心がけましょう。もし、死にたい、消えてしまいたいと言われたらどうしたらいいか。びっくりするでしょうし、焦るのは当たり前のことです。大事なのは、驚いても話をそらさないで聞くことです。そう思うくらい辛いんだね、と話に耳を傾けましょう。死にたい気持ちを聞いても、自殺のリスクは高くならないことが研究で明らかになっています。話を聞いてくれる人がいるというだけでも気持ちが和らぎます。ゲートキーパーの役割、次は支援につなぐです。名護市役所の相談窓口をご紹介したいと思います。名護市心の健康相談では、憂鬱、不眠、アルコール問題、人間関係などについてお伺いしています。ご家族やご友人からの相談もできます。暮らしと仕事の応援センター、サポンチュでは、経済的に苦しい、仕事が見つからない、家賃が払えない、家計を立て直したいといったご相談をお伺いしています。どこに相談したらいいかわからない問題や、孤独でつらい、誰かと話をしたい、そんな時には、名護市悩み事何でも相談をご利用ください。適度なおせっかいが問題解決につながるかもしれません。例えば、相談に乗ってくれるところがあるよ、と相談先の情報を伝えていただきたいです。一緒に行ってもいい？と遠慮がちな人には同行の提案をしてみましょう。あなたが代わりに相談するのも良いでしょう。匿名での相談もできます。また、あなた自身の心の健康も大切にしてください。こういう対応でよかったのかなと心配になったり、辛い話を聞いてしんどくなった時などもどうぞご相談ください。相談の秘密は守ります。市役所内にはプライバシーの守られる相談室があります。事前にご予約いただければ個室でお話ができます。もちろん電話相談もできます。ゲートキーパーの役割、最後は見守るです。相談を受けた後には、話してくれてありがとうと感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。その一言があると、あなたに対してこんな話してよかったのかなと心配することなく、話してよかったと安心することができるからです。今すぐに問題が解決できなくても、一緒に考えさせてとか、また話そうねと寄り添っていく気持ちを伝えましょう。特に自殺を考えている人に対しては、なるべく具体的な次の約束をすることで、自殺行為に及んでしまうリスクを下げることができると言われています。コロナ禍で直接会って話すことが難しい相手の場合は、
電話するのもいいですし、メールや LINE で最近どう?と様子を聞くのもいいと思います。返事がない場合も、またしばらくしてからちょっとしたメッセージを送ってみると良いでしょう。 SNS でも気にかけていることを伝えることができます。いいねやお気に入りのボタンを押すだけでも見守っていることを伝えられます。コロナ禍でつながりが減っている今こそ、一人で悩み SOS を出せないでいる人に気づいて、声をかけて、話を聞いて、あなたの優しさを届けてください。最後までご覧いただきありがとうございました。